Gosh, Hebby. Hebby Odd House. これはヘビじゃない。これは弱い。まあ。クラウド。ヘビの前にクラウド回復しよう。この弱いニワトリ。殺しましょう。ああ、ショットガンか。ヴィンセント、ショットガンを持っている。はい、ポーション。クラウド回復して。それは大丈夫かな。ヘビ。怖いヘビ。よし、このヘビ倒しましょう。多分今余裕かな。前回も倒せる。でもめんどくさいから倒さなかった。今回のヘビ弱いかな。外した。弱いですね。じゃあこのミヤブリブルしようか。どんなに高いこのヘビの体力。20。ああ、そうか、4000だけか。もう半分死んだ。ヘビ弱い。何の褒美かな、このヘビから。ミーティオかな。え、クラウド消えた。ベータ。クラウド消えちゃった。ベータ何？ああ、強いか、このヘビ。いや、弱いでしょ。殺せ。クラウドどこに消えたかな？死んだか、ヘビ？いや、まだ生きている。でもクラウドどこ行った？ヴィンセント、まだ生きている。死んだ？はい、死んだ。クラウドかわいそう。経験値もらえるかな、クラウド。いや、アイテムなし。なんで消えたこのクラウド。それだけ、ヘビも終わり。いや、またいる。一人のヘビじゃない。もっとヘビがいる。ん？何の意味か。無限ヘビか。ヘビ無限か。ケルシオ。クラウドか、攻撃。アイテムない。このヘビアイテム持っていないか。じゃあもう一度蹴る。そろそろクラウドのリミットブレイクで殺せるね、このヘビ。腹が黒い。あの人は親切そうでも、実は腹がとても黒いです。まだ生きている。ヴィンセント。今回ヴィンセント消えちゃった。腹が腐った。彼は金、儲け。これは金儲けしか興味のない腹が腐った人間です。クラウチンだ。まだアイテムなし。ヴィンセント消えちゃった。クラウチンじゃった。まだ強いこのヘビ。
Grace. Kel, Kel. Kel, Kel. それは全部の蛇。また蛇。何もないも、この蛇アイテム持っていない。なんだれ何かアイテム持っていく。持っているかな。まあ、とりあえずほといて、あの蛇。2匹殺した。坊主たちのところへ行きましょう。よし。ちょっと遅くなってすみません、坊主たち。まだ生きている、たぶん。助けに行きます。よし、坊主たち。はい、お待たせ、坊主たち。何日かかったわからない。じゃあたくさん金を持っている。今回兵士たち帰るね。この人も何のアイテムかな。いらっしゃい、頑張って。いらないもの。すべていらない。この。ああ、そうだな。ああ、くそ。まあ、とりあえず寝よう。MP 回復しよう。休むね。そうだな、休む。腹が見えすく、見えすく。どんなにおせい、整理を言っても、本物セーブ、作ろう。このところからミーティア手に入れるだと思う。そうだな、あの炎か、炎を特別なミーティア守っている炎かな。忘れた。何これ、これは炎かな。炎じゃない、フェニックスかな。では行きましょう。この戦いのやつよくわからん。じゃあ資金上15000ギル残っている。1回の戦闘で必要な資金はだいたい3000ギルくらいだ。これくらい炎上、じゃあ5000かな。5000しよう。ありがとう。これで資金は2万ギルになったよ。それはいいかな。2万十分かな。今回は任せる。そこ分かった。次は一緒に戦ってくれよ。それじゃない。準備はできている。今回の敵は10匹ほどだ。ビーストの数が多いようなので、アタッカーを多めに配置した方がいいかもしれない。じゃあ、タッカー買おうかね。なんだ、ああ、始まった。ユニットの配置。丸か。これは何？ファイター。アタッカー。じゃあ、敵はどこ？どこから来る？これはタッカー。
このやつ守る。アタッカーなら一番下かな。こっちできない、こっちできない。こっちか。ファイター、アタッカー。じゃあアタッカーか。よし、アタッカー。それだけ。10匹から、よくわからん。2匹かな。2匹10分。アタッカー、400ギルド。これはファイター、アタッカー。標準、これはファイター。標準的得意な敵はいない。苦手敵はいない。30。あ、これはいいかな。ファイター。じゃあファイター見よう。アタッカー。移動が速い。ビーストに強い。バーバリアンに弱い。HP が最も高い。バーバリアンに強い。ワイバーンに弱い。遠くから撃てるワイバーンに強い。ビーストに弱い。あ、これはなんだ。アタッカー。これはディフェンダー。シューター。シューター。遠くから撃てるワイバーンに強い。ビーストに弱い。じゃあビーストが来るからこれはダメか。ビーストに強い。アタッカーの方がいいか。リベーラ。味方を回復することができる。力は弱い。あ、これはいいかな。ヒーラーのやつ。ヒーラースカウ。じゃあもう一度アタッカーして、それは十分かな。最後のやつ何？ワーカー、ワーカー何？地雷を置くことができる。力は弱い。地雷、まあ、ワーカー、ワーカー見よう。もう。せっかき、岩を一つ転がすことができる。移動はできんね。石を遠くへ飛ばして、転がす移動はできない。まあ、それはいいかな。はい。ちょっと見よう。これは何のゲーム？ビーストか。これはビーストか。スピード。遅い。じゃあこのやつ。行動。ああ、私、これは、なんだ。作戦ゲームになった。CG1 に到着しました。それか。まあいい。めんどくさい。じゃあ、ファイトのやつも。おぉ、このゲーム遅い。ああ、したくない、これ。別ゲームになった。これ誰？ワーカーか。まず、この、こっちから来る。めんどくさい。じゃあ、アタッカー、そっち行こう。なんというやつ守らなきゃ。これはワイブ、ワイブン来る。野郎、ワイブン来る。ヘビ、このビーストだけだと思った。ワイブンを来る。攻撃、よし、攻撃しよう。お前も攻撃。ワイブン攻撃できるかな。これは何だろう。お前も攻撃できるか。
攻撃。みんな攻撃。お前も攻撃かな。これはワーカー。これは何だ。地雷置く。じゃあお前も攻撃。ワイブン。アタックにワイブン強いか弱いか。このヒーラーのやつ。お前ヒーラーだな。じゃあちょっと逃げろ。ヒールできる？修理。修理あの人。修理しよう。まだ生きているこの人たち。敵を破壊しました。こっち来る。お前役に立たない。手伝って。じゃあ、こっち行こう。今回、勝てるかな。何をやっている？頭ボロボロ。お前手伝って、どこ行く？わからない、こっち行こう。役に立たないワーカー、これは何？マインか。じゃあ、お前、そっち行こう。ダメこれ。攻撃。ワイブンに攻撃しよう。もっと人必要だ。もっと人。これ、これで、できない。そうか。死んでいる。死んだ。みんな死んでいる。大きいやつ。これは何？コマンダー。まあ、これは大失敗ですね。攻撃しろ。大失敗しちゃった。じゃあ、失敗の時とどんなこと起こるかな。敵に侵入されました。しまった、入り込んできたぞ。君たち頼んだよ。こっちの方がいいかな。私殺す。多分弱い。みんな弱いかな。クソ。ミニゲームにほといて、みんな、もったいない。そうか。もったいない、リミットブレイクしちゃった。弱いね。なんとかしのいだな。しかし、神羅は必ず、またやって、次はいつ攻めてくるかわからないから、時々見てきて。それだけ？まあいい、セーフしよう。それだけ。それ簡単すぎるかな。別にクソミニゲームはないかな。敵を殲滅させる、もしくは敵にはコマンダーと呼ばれる司令官がいるから、そいつを倒せば勝利だ。敵は荒野に接触したならばここへ乗り込む。耐えきれなくなったコンドゥの命を、私たちの命を。
それだけ。もう終わりか。わからない。終わり。勝利点。敵を殲滅させる、もしくは敵にはカマンダと呼ばれる司令官がいるから、そいつを倒せば勝利だ。敵が荒野に接触したならば、ここへ乗り込まれてしまうから、直接戦わなくてはならなくなる。もし直接戦って負けてしまえば、心に取り憑かれてもある程度までならんとかなる。ある程度といったが、どれくらい耐えられるかは実際にやってみなくてはわからないと思う。耐えきれなくなった時、コンドルの命も、私たちの命も、マコルのメティリアも、シンナに奪われてしまう。ん？終わりか。このところから出るという意味か。すまない。出るか。よし、帰る。次の場所へ。この坊主たち、もう終わりか。まあ、バトリッチ、いや、終わり。まあ、次回もっとわかっている。次回、いつかわからない。とりあえず、出ようか。そうだな。そうだな。次回、まあ、次の坊主たちの戦いとき、もっと分かっている、もっと、アタカとか、いろいろなやつ、帰る、帰る、帰る、顔、顔、じゃあ、別のところ行く。どこかな。どこ行くかな。遠いです。次の行く場所遠いすぎる。こっちから出られるかな。やしてられる。こっちは、こっちかな。こっちじゃない。こっち何？行ったことないかな。これは何？ピラミッド行ったことないかな。はい、新しい場所。ピラミッドのところ見よう。何をエリス。ここ古代種の神殿。ああ、そっか、目的地見つけた。私わかる。感じるの。漂う古代種の意識。神で星と一つになれるのに、意志の力でとどまっている。未来のため、私たちのため。なんて言っている。わかるのか。よし、偶然目的地見つけた。不安でも喜んでる。私聞いたからごめんね。わからない。
早くね、泣くに会いたい。またあの黒マントの幽霊のやつ。まあ入る。入る。狭い、狭い。これ。うん。なんだこのボケ。あ、何かオブジェ。何かオブジェ。オブジェ。使わなきゃか。うん。どういう意味これ。役に立たないクラウド。キーアイテムか。何のキーアイテムかな。サテンのドレス。これ。金髪のカツ。まだこのオカマの服を持っている。なんでだろう。離れた場所にいる仲間を呼び出せる。セクシーコロン。このオカマ。まだ持っている。地下室の鍵。すべて役に立たないもの。これはどういう意味？何もできない今、この場所。そっか。聞いたのは早い。何？これはキーストーン。神殿の扉を開いて。見て。ナンバー9の入れ墨だ。ん？なんだ ?9? この番号全然覚えていない。他の入れ墨のやつ9とかわからん。そっか、キーストーン必要だ。キーストーン。これはキーストーン。そっか。キーストーン取った後、こっちに来るという意味。じゃあ、出ろ。キーストーンどこだろう。船どこ。そっち。次の場所わからん。こっちじゃない。こっちダメだ。わからん。いや、こっちか。どこ。こっち、まっすぐ。はい。どこかな。いや、まっすぐのやつは、あの、犬の、が、いけない、こっち。あの、犬の、公衆か。公共。犬の、境地か。犬の場所。これは何？この、これは何だ？出ろ。これは見よう。何これ。正しい場所。武器屋か。また却下。こんな、偏僻なところによくも、まあ。けど、一足遅かったな。キーストーンならもうねえよ。キーストーン。なんだお前ら、あれ、目当てで来たんじゃないのか。キーストーンってのは、この世界のどこかにある古い、神殿の扉を開ける鍵よ。
聞いて驚け。その神殿とはなんと古代種の神殿だ。古代種の神殿。ゲリラリルゲリラリル。本気にすんなよ。ただのイースタイなんだからよ。キーストン。そうか、キーストンもいない、この人。キーストン持っていた。武器。これは武器やですね。邪魔、お前。これも幽霊。なんだ、休み。この人のベッドで休む。おいおい、勝手に開けないでくれ。そっか、これは開ける。多分、引き出しの中にゴギルがある。じゃあ、何か売れ。何の武器持っている？キーストーンはどこだ？売っちまったよ。いやよ、俺も売る気はなかったんだけど、どうもあの人の有無を言わさぬ、迫力か。に負けちまってし。どこの誰に？ゴールド操作で園長をやっている。ゴールド操作なんだ、あの幼稚園か。ディオだよ。なんか展示室に飾るって言ってたから。行ってみな。そっか、あの幼稚園戻らなきゃ。神殿はどこだ？だから言い伝えたってまあけど本当にあったら面白いな。そういや、こんな話聞いたことあるぜ。古代種の神殿には、極色か。給食の破壊魔法が隠されているとかなんとかな。究極の破壊魔法。だから本気にするなって言うの。じゃあ武器。僕の話。ここの武器は全部俺様の作品だけど最近は材料が手に入らなくてな。え？売る売る。ああ。買えない。邪魔、揺れ。休めるか。別に必要ないけど。この人のベッドになす。そうそう。じゃあ、しょうがねえな。ベッド使っていいぜ。そうか。無料か。無料ベッド見つけた。なんだ盗め。お前じゃない。ああ、開いたうちに盗めましょう。取れ。よっ。そっか。まあいい。あの幼稚園に戻るか。こっち行けるか。よし、こっち行ける。どこに？こっちも、こっち行けない。こっち行ける。どこだ？ずっと上の島行くかな。ずっと上のやつ。はい、とりあえずそのずっと上のやつ行こう。その後、わからん。こっち幼稚園か。これは幼稚園。この目の前のやつ幼稚園かな。幼稚園かな。よくわからん。とりあえずまっすぐ。いや、こっち。こっち行けるない。ずっと上のやつ、目的地かな。歩く遅い。歩きたくない。こっちから歩くか。めんどくさい。こっちだけな。歩ける。歩くなきゃか。歩きたくない。
もっと近いところ、これは何だ。これは洞窟かな。いや、入れない。入れない。まあ、じゃあ30分くらいですね。ちょっと終わりしましょう。どうやってあの一番のところ行ける？これは幼稚園かな。こっちも行けるかな。はい、こっちも行ける。幼稚園か、これ。これは幼稚園。何これ、忘れた。腹が見えすく。これはあの、誰、あの、店長のやつ。園長じゃない。店長ですね。あ、そうだ。店長使っていない。あ、忘れた、店長。店長使おうかな。まあ、まあ、とりあえず、あとで使おうか。別にいる必要はない、この店長の街。あ、そうだな。あ、まあ、次回、あの、やつの彼女に挨拶しようか。まだ生きているかな。あ、この人じゃない。こっちですね。じゃあ、この人、挨拶しよう。次回、はい。